お、ゴーレムとかいうやつじゃね。あ、見たことある。めっちゃ怖いじゃん。可愛いと思ってたけど。あ、すげえ。あー、すげえ。え、そうだよね。なんか鳥山さん、え、だって悟空に似てるもんそうだよね。なんかそう見えたよ最初。言わなかったけど、なんかあんま言わない方がいいかなと思って。悟空にしか見えねえって思ってたんだけど、眉毛が。そうなんだ、すげえ。鳥山さんじゃん。え、めっちゃおもろいじゃん。あ、スライムナイトいっぱいおる。へえ、すげえ。うわ、あいつなんか見たことあるの。あ、なんか強そうなやついる。すげえ。ごめん、戻ってストーリー進めるわすげえ脱線してる。ドラクエって色違いとかいんのかな。いや、いないか。そら、お姉ちゃんからもらったご機嫌な帽子ちょっと装備してみよう。能力上がんのかな。ご機嫌な帽子って名前で能力上がる。装備で、あれ、これつけてないよね。やだわやだわ、ステータス上がるとしてもやだわ。守備力プラ2、魅力プラ1。魅力は下がってるだろ、どちらかというと。まあ、いっか。つけとくか。YouTuber? じゃあちょっと、アバ様に会いに行くか。はい。来たよー。私が起こしますよ。失礼します、おば。とう!お元気そうですね。うん、快眠じゃ。おかげで寝覚めも良かった。 ありがとうございます。ちゃんと礼を言えよ、礼を。よし、みんな揃ったな。いい枕ありがとうなって。では神医、村の者たちを集めよ。はい。亀様のお告げ。エテーネの民たちよ、わしは神様からのお告げを賜る巫女として、間もなくこのエテーネの村は大いなる災厄に見舞われ滅びる。そんな何なんですか、そのお告げは。静まれ。お告げにはまだ続きがある。あ、続き。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが、
北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草、天使の花、天使の花があれば。おお、よかった。でも天使の花なんて聞いたことないわ。さよ、僕喋ってなくない？天使の花は今の僕、我らが一度も足を踏み入れたことのない秘境に咲く。天使の花を取りに行くのはわしの孫の真意。お前孫なんかい。お主、そしてお主も。大いなる災厄はそこまで迫っておる。このわしが亀様と共に守るのは僕らだ。さすが真意も味方なのね。しかもよかった、安心していいんだね。結構あのあいつに見えるよ、フリーレンのさ、トロールのやつ。トロールじゃない、ごめん、ドワーフのやつ。あ、鬼オンだ。お前そいつぐらい普通に倒して料理に使えよ。なんじゃと。皆さん下がって。お、真意強い、もしかして。あ、魔法使うの、その見た目で。斧とか使うと思ったんだけど。なぜ。でも確かに炎なんか効きそうだね、草だから。魔物たちの目から村を隠す、わしの結界はどうした。俺たちどうなっちまうんだ。そうだよ、あば、皆さん落ち着いてください。さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は育みの大地よりもはるか遠い北にあります。お、仲間ナイス。4人以上やっぱ仲間って加わるのかな。そんで自分で使いたいっていうか一緒に旅したい人を3人選ぶって感じなんかな。え、てか真意身長でかくね。あ、でも鼻で僕が勝ってるわ。あ、なんかもらえんじゃん。いい子だね君。あ、諦めてるおばあちゃんいる。待ってな。お、魔法の小瓶 MP かな。お、これは使える装備だ絶対。力の指輪ナイス。じゃ、イナクちゃんちょっと味方なんないの、一緒に行こうよ。強そう君。おにぎりガキ。え、なに、僕神様の申し子なの。夢でダメって言われたけど乗るの。とりあえず、あ、アクセか、左手じゃなくて。左手なら盾とかつけるやつかな。指輪つけてんの映んないのか。もう一回あの門番倒していくか。真意の力も見つつ。あ、ま、宝箱あんじゃん。魔法の聖水。あ、レベル7って書いてあるわ、2人とも。レベル5じゃないわ、てか。全然見てなかった。気持ちのいい勝利ですね。あ、ナイスレベルアップ、うん、ザオ。あ、ザオって何、初めて聞いた。で、さっきちょっと戦わなかった、こいつ戦うか。君、名前は？グレムリン。なんかさ、昔いた、なんか見たことある竜巻のやつだけめっちゃ覚えてんだよね、僕。あ、コウモリっぽいさ、あのポケモンのゴルバットみたいなやつも覚えてるけど、竜巻みたいなやつがね、超覚えてんだよね、なぜか。メラ、トゥルトゥルトゥル。おい、マキさん何で殴ってんの、素手これ。パンチしてる、もしかして。フィジーフじゃん本当に。あ、宝箱。あ、これ、ね、素早さ下げるアイテムなんだ。やべ、オーロッタがいる。戦うしかねえこれは。
地面樹、顔怖すぎだろ。2歳くらいまでは泣く。これ炎がさ、適正呪文とかあんのかな。じゃ僕さ、使おうぜ、あれ、呪文。ザオ。仲間一人をたまに HP1 で1回、あ、ごめん、全然、攻撃呪文じゃなかったわ。結構削れてきてるね。このターンで終わりそう。ラスト、いけ、シーンいけ、メラだ。あ、おい、ファイナルブロー。あ、レベルナイス。だいぶスイスレベル上がるね。リホイミ、攻撃の呪文欲しいな。薬草、このリザードマンみたいなやつ。豚か、こいつ。イノシシか。あ、オークなんだ。さ、横向いてんの。このさ、え、マキさんが殴った時に出てるの何これ。11ダメージと 1MP 吸収でしょ。もう一つの1は何、毒ダメージみたいなやつ。強っ、お前めっちゃ強いじゃん。しょ、超食らうし、3回ぐらいダメージ食う。とりあえず人頭数減らさないと。あ、ない、それも弱い。18くらい食らわなかったさっき。ナイス。これ戦闘終わったら MP って回復してる？いや、僕の火力もさ、みんなに追いついてきたね、だんだん追いついてきた、やっとレベルが。てか、そうじゃん、やっぱさ、これ装備もできないから、やっぱ味方2人もさ、レベルも上がってないし、経験値もらってないよね、やっぱ僕以外。え、正式な仲間じゃないのこれ。それとも仲間は固定なのかな、レベル。そのストーリーでは、このレベルで、この仲間でやってください、みたいな。まあ、だったらまだ納得いくけど、正式な仲間じゃないのか、それでも。あ、お前めっちゃ有名なやつじゃん。君は僕でも知ってるよ。そのなんか幼虫みたいな、なんかキモい腹、お腹のとこと、鳥。キメ、あ、名前キメラだっけ。装備とかさ、なんか自分で決めてさ、持たせてあげたいよね、みんなにも。まあでも仲間と会話とか、なんかやっぱちゃんとした仲間が来るのかな、もちろん。あ、会心の一撃来た、かわいい。アイテムだけか。寄ってこないんだね。なにこれ、絶対壊せんじゃん。え、わぁ、なにこれ、気になりすぎる。まあ、こいつら、寄ってこないんだ。もう、僕が強いってことか、これは。それとも、乙骨くんとマキさんのやつみたいにさ、乙骨ユータがいるから、寄ってこないみたいな、なんかゴーレムいるんだけど。あ、やばい、寄ってきてる。お前、格が違うか、やはり、周りの雑魚とも、とは。ゴーレムが現れた、いいね。とりあえずぶん殴るか。うわ、勝てえ、4しか入らない。お、1桁しか入ってない、こいつの攻撃も。ただやっぱ体力とさ、防御が高いんだろうな、こういうやつは。火力は別にそんな高いわけじゃないみたいな。これで、あ、でもマキさんめっちゃ食らってんな。あー、半分いったくらいか、これ。まあ全然勝てそうだね。おい、よくできました。
結構楽に勝ってる。お、洞窟。やはりお話ししておきます。実はおばあさまが気になることをつぶやいていらっしゃったのです。気になること？たとえ滅亡の運命から逃れることができたとしても、生き残れるのはたった一人と。あ、みんな絶望しちゃうからそれ言わなかったんだ。え、一人？一人って？それは私にも分かりませんが、そんなのって。気を落とさないでください。亀様のお告げ通り、天使の花さえあれば。だから今はおばあ様の言葉を信じて。そうよね。